ドジャースのロバーツ監督が山本義信投手の復帰見込みについて言及しました。今季メジャー1年目ながら14試合に登板し、6勝2敗、防御率2.92の成績を残している山本投手。6月16日のロイヤルズ戦に先発登板した際に、2回28玉で緊急降板。その後、右肩鍵盤損傷。 が発表され、負傷者リスト入りとなりました。日本時間16日のブリュワーズ戦後にロバーツ監督は、山本はセントルイスでシミュレーションゲーム。だから彼は今日、飛行機でロサンゼルスを出発するはずだ。そこで僕らと合流して、明日、シミュレーションゲームをすると山本投手が実戦形式で登板することを明かしました。さらに投球回については、 2回を想定している。彼はブルペンで41球を投げた。だから2イニングのシュミュレーションゲームになるだろうと話しました。